皆さんこんにちは、タエです。2011年3月11日、東日本大震災が発生し、今日で11年目になります。被害に遭われた皆様方には心よりお見舞い申し上げます。そして震災で亡くなられた皆様、ご遺族の方々には心よりお悔やみ申し上げるとともに、深く哀悼の意を捧げます。さて、今回お伝えしたいことは災害時のトイレ事情についてです。食料や水の備蓄は十分でも、トイレまで気が回っていない人は多いのではないでしょうか。皆さんはトイレの備蓄できていますか？いかがでしょうか？ではイメージしてみてください。災害時に食事を我慢できたとしても、自然現象である排泄は我慢できますでしょうか？いかがでしょうか？ご飯を1日食べなくても我慢しようと思えばできますが、トイレに1日行かないようにするのはほぼ不可能ではないでしょうか。このように我慢できないものだからこそ、トイレこそ一番しっかりと準備するべきものだと思いませんか？今回の配信の目的は、一人でも多くの皆さんに災害とトイレは切っても離せない問題であるということをしっかりと認識いただくことです。過去の災害時の事例によると、仮設トイレが避難所に設置されるまでに3日以上用意したところがほとんどだということです。いかがでしょうか？3日トイレに行けないとしたらどうしますか？我慢できますか？この配信をご視聴いただいている皆さんは、トイレ対策をすることが必要だということをおそらく理解していただけたと思いますので、万が一に備えてトイレ対策の行動をしていただくことを願っています。たった1日でもトイレを我慢することは難しいのに、3日以上なんて絶対無理ですよね。ですからトイレを備えておきましょうね。災害時だけではなく、どうしてもトイレが使いにくい状況になると、おそらく多くの方は水分や食事を控えようとします。しかし水分を取らなくなると脱水し、血圧も上がり、病気のリスクが高くなり、最悪の場合エコノミークラス症候群だけではなく、脳梗塞、心筋梗塞など災害関連死に至ってしまったケースもあるとのことです。トイレの問題によっていろいろな問題が発生するので、災害時こそトイレは最重要課題なんです。ではトイレ対策についてどうしたらよいかをお伝えします。結論から言いますと、簡易トイレを備蓄するということです。つまりいつものトイレをいつも通り使える環境にするということです。携帯トイレをはじめとする簡易トイレは、いつも使う便器に排便袋をかぶせて使用できます。水なしで使えて可燃ごみとして処理できます。抗菌性凝固剤が付属している製品であれば、衛生面でも安心です。では最低どのくらいあればいいと思いますか？答えは最低3日間と考えたとして、1人当たり15回分です。人は1日に多くて6回から7回とも言われてますが、少なくても5回はトイレに行くと言われていますので、3日 ×5 回で15回分となります。もちろん多ければ多いほど安心ですし、大災害となれば3日で済むわけはありませんよね。なので皆さん、災害時にもいつも通り快適に用を足せるように、ぜひトイレのことも真剣に考えてみてくださいね。余談にはなりますが、阪神・淡路大震災の時にトイレパニックという言葉が生まれました。
もしよろしければトイレパニックをネットで検索してみていただけたらとも思います。実際に阪神淡路大震災で起きたトイレパニックについて説明します。阪神淡路大震災の時は兵庫県内の 90% 以上にあたる125万世帯で断水し、水洗トイレが使用できなくなりました。この時トイレパニックという言葉が生まれたほど、トイレは大変なことになりました。阪神淡路大震災の直後、神戸市内550箇所の避難所に避難した人は22万人。それがわずかな数のトイレに殺到し、トイレは糞尿の山と化してしまったそうです。考えただけでも恐ろしいですよね。さらに災害時は過度なストレスで体調を崩してしまい、下痢や嘔吐する人も出てきますし、そうならなかったとしても一般的に 2,3 時間ごとに1回はトイレに行きたくなるものです。また震災の時にはパイプが破断してトイレの水が溢れてしまう危険性もあります。なので震災後は自宅で過ごす場合も、水洗トイレで水を流さないようにして直ちに簡易トイレの設置をしましょう。もう一度言います。震災後は自宅で過ごす場合も、水洗トイレで水を流さないようにして直ちに簡易トイレの設置をしましょう。排水管が壊れた場合に水洗トイレを使うと逆流する危険性もあります。逆流なんて恐ろしいですよね。地震発生後は給排水設備の状況を確認することが必要だそうで、詰まらせたりオーバーフローさせると復旧が大変になるとのことです。しかも災害時であればすぐに業者は来てくれませんよね。そして集合住宅の場合、他の住宅に迷惑をかけると損害賠償になる可能性もあるとのことです。そのために簡易トイレの備蓄や災害直後はトイレの水を流さないようにすることを意識していただけたらと思います。先ほど最低3日とお伝えしましたが、最低7日分は用意しておいた方が望ましいとのことです。また凝固剤は使用可能期間があるものもあるとのことなので、使用可能期間も注意して備蓄してくださいね。ではでは最後に、震災ではないものの断水してしまった場合についてもお伝えしておきますね。だいたいトイレを流すために必要な水はおおよそ10リットルほどだそうです。給水車でもらえた20リットルのお水がたったのトイレ2回で消えてしまうと思うとどうでしょうか。災害時の水は貴重なので、水を使わない簡易トイレの備蓄、やっぱり必要だと思いませんか。では今回のことをまとめますと、大きな地震の時は水洗トイレが使えなくなります。その時生き延びた後に真っ先に行うべきことはトイレの対応です。つまりトイレの備えがなければ食事も生活も成り立たないということです。トイレ問題は命と尊厳に関わるとても重要な問題だということです。いかがでしたでしょうか。トイレの備えの重要さ、大切さをご理解いただけましたでしょうか。過去の事例をもとに、いろいろと災害対策について今後もお伝えしたいと思います。次回は私が実際に備蓄しているトイレ対策についてお伝えしたいなとも思っております。もしトイレの備蓄について参考になったよという方は、ぜひグッドボタンで教えていただけたらと思います。またチャンネル登録もよろしくお願いいたします。あってはならないことですが、万が一に備えて備蓄などをして、災害時にはどうかご安全にお過ごしくださいね。今回もここまでご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ではでは。